15年もやってくると、はい。まあ、いろいろやっぱ思うところは、あるので、うん、振り返りつつ、普通の人がやることじゃ楽しめなくなってきてるのかな。うん、多分そんな感じ、いろんなところに出てきてる、染み出てきてるような気がする。ちょっとなんかな、あんまり外れすぎるとさ、みんなの共感得られなくなってくるじゃん。こいつ何言ってんのってなってくるじゃん、なんだ。うん、もうちょっと進んだら、間違ってても、うん、いや、これが俺の本流だで、貫き通すになっていくわけでしょ、うん。ミドルクライシスで。頑固になっていくわけでしょ。今度さ、うん、やっぱりさ、長ちゃんもスマブラ SP ピップ1体入れようよ。おー、はい。ガノンでしょ。俺ならガノンだな。絶対ガノンだよ。幕末メンバーとの交流が、うん、今年僕大久保さんの顔見たの1回か2回しかない。ゴミ捨ての時だろ。知らん見したやつね。それね、見たうちに入んないんだよな。だから、この前も K さんと、すれ違っても、うん、K さんの顔忘れてっからさ。おはい。なんか自転車で親父通りすがったなと思って。うん、なんか止まってチラチラ見てるからさ。うん、向こうはいつと思ってガンつけまくってたら、ペコって、あ、おはようございますって言って、はい、K さんだったんだよ。あれって気づいたんだ、そこで。そう。めっちゃガンつけたのよ、僕。メンチキってなんだよ、みたいな感じでさ。俺と会わなかったら俺以外誰と会う？誰も会わないんじゃない？多分母親とたまに会うくらいか。うん、母親と会うね。うんうん、洗濯物持っていくから、はい、洗濯ロスになって。洗濯ロスぐらいだよな。さすがに今年ぐらいは、忘年会。あ、やはり、そうね。マスか。忘年会をやろ。ぜひ。やるか。絶対やる。マストだわ、それ。あのね、M さんがいた頃はね、うん、結構頻繁に僕行くし、うんうん、要は M さんがちょっと心配だったからさ、顔見に行ったりしたんだけど、うん、M さんいなかったら、なんかみんな健康だから、そう、みんなやりたいことやってるし、ね、顔見なくても大丈夫だろうっていうか、うん、だから M さんが意外と、姫体質だったわけよ。M さんの姫プで僕行ってたからさ、うん。ほっといたらどっかいなくなりそうな人だもんね。そうそうそう。そのか弱さみたいなのがあったからさ。で、そこもう構ってあげた、助けてあげたい心が。でももう M さんも四国に帰ってでしょ。うん。だってあと可愛くないやつしかいないじゃん、あのオフィス。きったね。あ、K さんと大久保さんな。お前だよ、お前。おめえだよ、お前。俺は入れてくれなくていいよ。ニコニコと、うん。ああ、そうなんだよね。YouTube と Twitch。どう、別に僕、ソロ放送も、YouTube で やってもいいかなと、うん。やってるしな、実際。まあ、そうでしょ。くくり分けがもう分かんなくなってきちゃってさ、ニコニコをどうすればいい？でさ、K さんとか大久保さんもたまに YouTube 出てくるじゃん。うん、地球防衛軍とかさ、うんうん、そうね。M さんもさ、PUBG とかで来るじゃん。うん。どうすればいいんだ？え、そこなんかその、切り分ける必要ってあるの？うん、切り分けた方がいいだろう。わかりやすくない？だどこ？だ3つプラットフォーム使う必要もうなくない？あ、見る人からすれば、か。うん。うん。ニコニコと YouTube もだんだん境目よくわかんなくなってきてさ。うんうん。たまにさ、ジャガリンピックとか YouTube でやるじゃん。そうね。今までさ、オリジナル幕末ゲームとかは、うん、ニコニコ放送で、必ずね。やろうみたいな。オリジナルコンテンツはニコニコでやって、うん、その市販ゲームは、YouTube でやろうみたいな流れだったんだけど、僕の中では、うんうん。最近そこぐっちゃぐちゃになってきて。そうね。わかんなくなってきちゃったわけよ。YouTube でもね、K さん作ったゲームやるもんな。どうしようかな。どう思う？だから、YouTube に中ちゃん出さないで除外して、中ちゃんニコニコに閉じ込めるか？マジで。俺、もう出れないの。お前、今年の8月9月の中岡風鈴のお前、出た数16個だぞ、お前。ほら、16まで10以上だぞ。2ヶ月だぞ。1ヶ月8。今のところ火曜日と金曜日が YouTube でやるみたいな感じで、まあ空いた日に僕が時間あれば、たまに Twitch から YouTube に流れたりして、やってるような。はい。まあコラボとかは YouTube だよね。そうね、と思いきやこの前ツイッチでなんかコラボしてたりして、もうそこもよくわかんないし。ばらけてきた。え、でもゲームで分けるのがいいのかな。ああ。エーペックスはツイッチでとかの分け方するかな。あ、でもそれはちょっといいかも、ね。スマブラはツイッチでみたいなことをして、うん、なんかとにかくなんかずっと長時間やりたいやつはツイッチでみたいな感じにする。か。それ実際見てる人からすればどうなんだろう。
どうやって分けりゃいいんだろうな。人によってはさ、いや、うん、ツイッチ行くのめんどくさいからもう YouTube だけにしてくれとか、ツイッチから YouTube にまとめちゃう、まとめてくれっていう人もどうなんだろう、いるのかなと思って。でもいろんなのあればやっぱりそれぞれ機能が違うからさ、こっちの方が楽しいっていう人もいるだろうし、うん、とりあえずさ、ニコニコはさ、うん、やっぱりオリジナルコンテンツにしよう、うん、でたま YouTube に、うん、でなんか K さんとか M さんが作ったオリジナルゲームやるのやめよ、うん、そうないと分からられないよ。そうね、そうしよう。パッドで来た人はなんだこれってなるわな。そうしよう、うん、中岡コーナーも、うん、ニコニコでしか出さないと、うん、いうことだよね、うん、だ幕末メンバーとやるやつは、うん、ニコニコ、うん、YouTube は中ちゃんとやる、うん、かもしくは僕一人でやる、うん、企画系の配信になるのかなやっぱり、うん。でニコニコじゃできないゲームで、うん、計算ダッチ出てくるのはたまに YouTube に回すとかで、 Apex とかこう連続で何日もかけてやるのは、ね、スイッチはね僕の喉の鳴らしなんだよね、言ってしまえば。そうそうなんだ、うん、配信あんまやんないで感覚開けるとさ、うん、感が狂ってくるからさ、声が出なくなったり、そう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 、毎日やってた方が喉の調子はいいんだよ。え、そうなの。喉の鳴らし、あ、歌い手みたいなことやってるだけなんだ。へー、なんか使いすぎて、あれ欲しいんだよな、うんうん、発声練習になってるから。うん、じゃあツイッチはやっぱりあれだ、エイペックスとかあの辺ちょうどいいんじゃない。そう、時間をかに振り回されない感じで、うん、幕末ファン層がさ、うん、僕の頭の中でさ、はい、絞りきれてないんだよね。もうおっさんだけが見てると思ってたのよ、同じ年代とか。うん、でもコメント見ると割とそうでもないんだよな。まあまあ、だおっさんだったら、うん、おっさん同士のいがみ合いとかが楽しいと思うんだよね。うん、そういうとこあるじゃん。うん、それぞれの思考、思想がね。でもさ、僕と中岡がさ、うん、たまにいや言い合ってるとさ、うん、結構コメントが、うん、ざわざわするよね。その流れを組んで、あ、うん、じゃあ結構、うん、なんだ、若い子が多いのかと。うん、で今の流れだと、うん、じゃあちょっとローソンは美化系のスチルで攻めときますかみたいな感じでやると、はい、いやそれは違う。美化しすぎである。うん、なんかうちのチャンネルは 60% 女性ですとかさ、よく言う。あ、みんな嘘ついてるから、中岡みたいなネカマが多いから意味ない。みんな虚偽の動く、なおさら意味ない。それ疑心暗鬼なりすぎじゃない。だから白炭裁判とか僕の中ではこれおもれえなみたいな。これたまにはやっぱ激論かわして、うん、マジでディスカッション、これ絶対折れぞと思ったら、うん、コメントやばかったでしょ、うん、言い過ぎだぞとか流れやばかったでしょ。だから YouTube もさ、うん、ふわふわ迷走すんのよな、いろんなことやってるから。正規がいいんかみたいな。いや正規いいんか、うん、同じの画面がいいんだろうと、行くかみたいな、うん、そしたらさ YouTube の放送終わった後のコメント欄にさ、うん、なんか正規ばっかでさ普通にゲームしろやん。あるなって。あ、じゃあ普通にゲームするのがええんか、うん、ええんか、うん、よし夏もんやろってやるじゃん、うん、夏もやったら、うん、中岡の口が汚すぎてゲーム楽しんでる気がしない。うわっとじゃあ中岡いらんのか、うん、俺黙ればいいの、ね、か、うん、坂本ソロがええんか、うん、あの放送開始の最初のコメント、うん、中岡いない帰るわ。